撃つな。ジェイコブの仲間だ。彼があんたを待つように言ったんだ。だがこいつらに先に見つかった。まあ大丈夫。死にはしない。だが侵略者たちが戻ってくるかもしれない。安全な場所で休まなくては。あの橋を渡ったところに洞窟がある。狼の巣穴だが、あそこなら見つからないだろう。しかし私一人では狼を追い払えない。もしあんたが倒せるなら、準備のための安全な場所を提供する。ピストルに使えるものもあるぞ。協力してくれるか。もちろん。すぐに戻るから見つからないでね。ありがとう。ジェイコブの目に狂いはなかった。先住民と接触した。敵像を負わせたが、周辺に罠を張られたようだ。今のところ負傷者は1名。一斉捜索を開始する。洞窟を調べたか。安全なのか。今からよ。ちゃんとやるわ。標的以外の抵抗には合わなかったようだ。だが殺人者は見つけ出せ。追ってきた理由は。
誰かいる？もう安全よ。出てきていいわ。まだ隠れてるのね。外れか。でも隠れるにはちょうどいいわね。結婚やつらかしら。動かないで。近づかないで。私はトリニティの手下じゃない。名前はララ。その銃、弾が入ってないじゃない。シリンダーが空っぽよ。どの道激震も行かれてる。怪我してるわ。こんな傷、少し休めば大丈夫。ララだったかしら。私はナディア。実は助けてほしいの。どうすればいい？おじいちゃんが夜中にこっそり村を抜け出したの。呪いの谷に向かったんじゃないかと思う。ババヤーガが住んでるって噂の谷を。おじいちゃんの後を追ってたら奴らに襲われてしまったの。おばあちゃんは私が生まれる前に魔女に殺されたらしいわ。おじいちゃんはいつも仇を討ちたいと言っていたけれど、まさか本気だったなんて。時間がない。おじいちゃんを探さなきゃいけないのに。この傷じゃ一人で行けないわ。あっちの方に痕跡がないか探してみる。ありがとう。東の洞窟を抜ければ谷へ行けるわ。ジェイコブの仲間はここで働かされたのね。
洞窟を調べたか。洞窟は安全よ。今行けば大丈夫。ありがとう。ほら、これを。ジェイコブにあんたを守るよう言われたが、その必要はないようだな。
跡があるわ。すり減ったような。ダラ、あなたが倒した侵略者の無線を見つけたわ。聞こえる？バッチリよ。傷の手当てをする間、奴らの通信を聞いておく。役立ちそうな情報があったら教えるわね。呪いの谷について他に何か知ってることはある？みんな長い間あの場所は避けてるわ。ソビエト軍が来た時、谷に基地を作ろうとしたらしいけど、バーバヤーガが怒って、そこにいた人間を錯乱状態に陥れたって。おじいちゃんの話だと、彼女の住んでる家には鳥の足がついていて家が歩くんだって。それ信じてるの？鳥の足がついた家って？おじいちゃんが言ってたもの。おじいちゃんがグラグにいる間に、おばあちゃんはソ連軍に谷へ連れて行かれて、遺跡調査を手伝っていたらしいわ。そして魔女に殺されたの。でも魔女ってロシアの民話に出てくるような、ちょっと信じられない。とにかく気をつけて。谷には何かがいて、良くないことを企んでる。もう、しっかり。通信があったの。監視班どうぞ。魂が脱出しなければ。くそ、何なんだあれ。歩いてるのか、そんなバカな。今の聞こえた？魔女の声よ。何かが起きてるのは間違いないわね。真実を解き明かしてみせるわ。おじいちゃんの痕跡はもうない？まだ谷に向かっている途中？ないわ。でも戻って探してみる。とにかく崖沿いの木製の歩道を通れば着くわ。これは航路に違いない。お香をこの中で炊いたのね。でも改造してあるわ。
い寺院には入らず、崖の周りの木製の歩道を目指して、目印のロープがあるはずよ。その道ならまっすぐ谷へ行ける。この音は何？